可愛く笑えてる？こちらこそ来てくれてありがとう。今日の生配信、私一人で頑張ろうと思ったんだけど、やっぱり不安で。うん、私も頑張る。見てくれているみんな、こんにちは、小泉花代です。ミューズのみんなで順番に配信しているこの動画、今日は私がお送りします。少しでも楽しんでもらえたらいいな。今日は配信を手伝ってくれるアシスタントさんがいるんだ。紹介するね。生きる上で役立つ情報も伝えられたらいいと思って、こんなものを用意しました。今日はみんなに美味しいおにぎりの作り方を教えるよ。おにぎりは私が大好きな食べ物の一つだから、美味しく作ろうね。握るときはなるべく熱いうちに。塩加減はお好みで、温かいとしょっぱさを感じやすいから、すぐ食べるなら少なめでもいいかもしれないね。そして中に入れる具は鮭にしよう。たっぷり入れて、上からご飯をかぶせて、形を整えて。あ、鮭がはみ出ちゃった。ご飯追加で補強。握るときは軽く優しく。あ、でもギューって握ったおにぎりも食べ応えがあって美味しいよね。よし、次に作るおにぎりはギュッてしよう。できたー、おにぎり完成です。うん、いただきます。ふん、見せるからね。